皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、テイルズ・オブ・シンフォニア実況プレイのパート46です。前回はついにレネゲードから外に出、レアバードを奪還することができましたと。で、一旦ね、体勢を整え直すためにこのアルタミラによりまして装備の強化をしておきました。どうやらなんかリーがここに入りたくない理由があるみたいなんですけど、それは一体なんでなんでしょうかね。まあ、それはともかく、まずはコレットを助けに行きましょう。お、いろいろ技が追加されてますね。とにかくね、技いっぱい使ってもらって覚えてもらわないと話にならないぞ。対空技の使用率が少ないな。まあいいや。ではさて、どこに行ったんだろう。で、困った時はあらすじの罪深い巫女でね、大体の目的の場所が分かるっていう。ここだね。間違えた。この辺に飛んでんじゃねえか。うん、なんか見えた。またワンパターンな結界に閉じ込められてますね。ノイド、来ないで、罠だよ。そんなことは分かってる。今まで私を利用してきたこと許せません。コレットさんを返しなさい。幻そんな出来損ないの巫女などくれてやるわい。道理でイグドラシル様が放置しておくわけじゃ。出来損ないだと。そうじゃ、その罪深い巫女では我が魔導法の肥やしにもならんわい。世界も救えぬ、マーテル様にも同化せぬ。あげくこうして仲間を危機に陥れる。巫女はまさに愚かなる罪人というわけですな。コレットさんにありもしない罪をなすりつけないで。そうだ、罪を背負うのは私だけでいい。私と、そして愚劣な貴様こそが罪そのもの。愚かなる者よ、私と共に地獄に落ちるがいい。わしが愚かだと？ふざけるでない、この劣悪者どもが。わしの可愛い子供たちよ、劣悪種どもを食い散らかすがいい。戦っちゃダメ、逃げて。飛竜、竜属亜種、肉食を好み、動くものを捕獲し餌とする。この狭い足場で逃げ切る確率は 1% です。冗談だろ、死ぬのはごめんだぜ。やるっきゃねってことだろ。食われる前に倒せばいいんだよ。真理だ。このままおとなしく食物連鎖の中に沈むこともあるが、
ました。なるほど。なんかでけえのいるから、その前にまずちっちゃいのから倒していこう。大した大きさだ。あら、あったな。痛い。あら、すり抜けちゃうね。でっかいから行けっかと思ったけど、邪魔をしようというスペクタクルズ、スペクタクルズ。いいねー。行きます。雷電ゴーレム。魔人剣。ルキセラ。ファーストエイド。タタタ。ビタダメ。あとこのでかいの。ファーストエイド。超痛いんだが。人工。受けてみな。とりあえず蘇生。受けてみな。6年も長いかもよ。どうしようというのか。こいつだったら抜けないんじゃないかしら。空打賞。強い。フィールドの中心にいると絶対食らっちゃうな。あれ大丈夫か。トライド OK、倒した。相手が悪かったな。バトルアーティスト。もうダメ、間に合わない。我々を食らおうとするこのまがまがしい光は一体体が動かないよ。
な、大丈夫か？俺様は生きてるぜ。みんな、大丈夫そうだね。しかし、あのロディルとかいう不気味な男、何が目的でコレットを誘拐したのだ？魔導法の制御にクルシスの軌跡が必要だとか言ってた。でも、私のはダメなんだって。魔導法？前にハイまで助けたピエトロも魔導法のことを言ってたわね。プレズヤが気づいたよ。コレットさん、無事でしたか？うん、プレスヤのおかげだよ。プレスヤが笑った。やはり似ている。さて、かわいいプレスヤちゃんが笑ったところで、そろそろ次のことを考えようぜ。そうだよね、コレットも戻ってきたし、この後はどうするの？決まってる。世界を二つに切り離すんだ。二つの世界の精霊と契約するんだな。私の出番だね。分かったよ。手始めに土の精霊ノームと契約するのはどうだい？ここから近いはずだよ。よし、そうしよう。先生、それでいいよな？ね？そうね、それでいいわ。先生、なんか元気ねえな。なんでもないのよ。とにかく行きましょう。イーフィル何を気にしてるんだろうね。まあいいや、じゃあとりあえず次の目的地は地の神殿ということが決定いたしました。コルトも戻ってきたので、早速やっていきたいんですが、引き続きこいつらのね、技の使用回数とかも増やしていきたいので、あ、上位技来たな。この辺も来ましたね、上位の技が。まあ覚えそうな人片っ端やっていこうか。使用回数が足りなかったりとかする部分はちょっと頑張って使っていこう。そうですね。じゃあ とりあえず、シーナは今このイベントに関して必須のパーティーになるので、まあ、絶対に入れるとして、あと、コレットとリフィルも必須で入れて、必須っていうか、まあ、優先的に入れて育てておこうかな。で、ロイドは多分あともう、使用回数気にしなくてもガンガン技を覚えてくれると思うので、とりあえずこいつは OK で、パーティーにだけとりあえず入れるようにして、他のキャラクターを操作して、技の使用回数を稼いでいこうと思います。とりあえずパラライボール、これね、使った回数が少ないので優先的に使っていってみようか。リカバー2回、使う機会ねえんだよなこれ。おい、飯だぞって。なんだ、お勉強かよ。なあ、俺様のこと無視すんの？そういう態度取っちゃうわけだ。いいよいいよ、一人でうまい飯作ってみんな食べちゃうもんね。いいから黙って向こう行ってよ。おい、ガキンチョ。ガキンチョはやめろってば。三問目間違ってんだ。うるさいって言ってるだろ。大体ゼロス…え？あ、本当だ。ノーアルタカは羽目を外すってね。ことわざまで知ってるぞあいつ。それは間違ってるから。ハメ外してどうすんだ。なんならお前ハメ外し放題だろ。お前
まあ、とりあえずだ。コレットも戻ってきたね。コレットの装備を整えるために一旦アルタミラに戻っていきました。すまないが。どうしたんだ。だんまいか。これ毎回見てんの。ま、ライド、言う通りにしてやれ。わかった。帰りに声をかけるよ。今日から数学はゼロスに見てもらうことに。さっさっさ。私やっぱりおかしいの。これユニゾンアタックどうしよう。系統で一応発動する技もあるけど、まだ上位技じゃないからダメか。とりあえずここはブランディスにしておこうかね。では一回4階に。そうか。ジーニアス、剣玉教えてくれよ。ロイドが剣玉。まさかロイドも剣玉で戦うの。いや、そういうわけじゃないけど、なんか楽しそうだから。別にいいけど、ロイドには無理だよ、きっと。な、バカにすんなよ。ドワーフ仕込みの器用さを見せてやるぜ。よっ、ちょっ、結構難しいんだな。やっぱりね、ロイドには無理だと思ったよ。あ、何やってんだよお前ら。剣玉だよ。結構難しくてさ。どれどれ、ちょっと俺様に貸してみな。ほっはっ。くしょ、こんなはずじゃん。ああ、何やってんのさ。ちょっと私に貸してごらん。はっふっ。おかしいね。なんだよ、みんな口ほどにもないな。なんだと？貸してみろ。よっ、ちょっ、ちょっ、あれはいって。あ、な、誰？私の頭に剣玉を投げたのは。逃げろ！ふ怒られました。4階まだ入んねんだから。いや、多分後で入れるようになるでしょう。とりあえず今はリングオブムーン、ミスリルガード、ミスリルブレス、よし。あ、そうだ、
人がいないのか。リボン似合ってるね。似合ってる。うん、とっても可愛いよ。それは食材買い足しといた方が、まだ大丈夫か。レッドソーディーってどこで買えばいいんだろう。裏のオールあたりで売ってるかな。外に。あ、フラノールをちょっと見に行ってみようか。いろいろ多分ね、サブイベントも出てると思うんだけど、まあ、体内は無視していっちゃおうかなと思ってるんですけど。いいか。じゃあ、まあ、残りあんま時間ないんですが、少しでも、探索していこうかな。地の神殿。エアバザーだろ。これ探すの楽だな。お、あれ場所違った。どこだっけ。問いさんの答えは？おお、ゼロス何気に数学が強いんだよね。確か。でも一応首席なんだけど、大体他の授業に関してはハニーたちが代筆してるっていうゼル。リーガルとプレスヤってどういう関係なんだろう？待って。では入ります。今度は何だろう。お、びっくりした。すごいね。これほどの地震、男女の地形が変わるかもしれないわね。なるほど、こういう感じか。いいね。あのこいつ、おいおめえら勝手に入ってくんなよな。なんだこいつ。なんだとはなんだ。やんのかおめえ。私たちこの先に用があるの。通してくれないかしら。兄貴も帰ってきたし通してやる。ありがとう。褒めんなよ、照れるぜ。なんか誰かさんが言いそうなセリフだよね。え、俺様ってこんな感じか。ショック。奥に行こうぜ。誰も突っ込まない。突っ込みも相槌もなし。ゼロス君、ゼロス君とあの小さい子は違うように思います。プレセアちゃん。会話には間合いがある。今の場合はゼロスは無視してもいいところだ。そうなんですか。あんたが話術を語るかね。お、なんかありそう。のせいか。さてさて、私は本当に結局あんまり反則できなそうだな。
容赦はしなくてよ。さて、パラライボールをガンガン使っていこう。はい、簡単だったね。お、タイニーエンジェル、なんか覚えた。あ、そうか、称号か。力、知力、命中、あ、悪くない、うん、悪くない、むしろいい。春技師、視力が上がらないっていうのはね、あんまり良くないと思うんだ。よしよし、テープねえな。で、じゃあ一旦外出ちゃいます。本格的な探索はまた次回ですね。また来たよ、しおってのさ、やめないから。ここでかな、ビールのバリア、エイトラストのマナライバー、変だね、やらせないから。エイトラストのマナライバー、ショックエイトラストのマナライバー、ショックエイトグーだ。連携はワンパだな。まあ、これしかないからしょうがない。はい。じゃあ次回こそはこの地の神殿を攻略して、土の精霊ノームとの契約を、狙っていきたいと思います。はい。ではでは、テイルズ・オブ・シンフォニア実況プレイのパート46、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。